FMM イン786琉球ドラゴンプロレスリングの「マンデーナイトドラゴン」ンーゴン6月30日 月曜日、時刻は9時を回りました。皆さんいかがお過ごしでしょうか琉球ドラゴンプロレスリングのマンデーナイトドラゴンただいまよりスタートいたします。はい、私、琉球ドラゴンプロレスリング、グルクンマスクです。そして。はい、ビスカスミーです。<お> <laughs> そ,そして、私、スーパーマンタロウがお送りいたします。はい、よろしくお願いいたします、はい。よろしくお願いいたします。今日は、えーはい、3人体制で、はい、はい、まあやらせていただこうかと。やりましょう。というふうに思っておるわけですが。頑張りましょうん。えー、ね、 先週ちょっと本当は万太郎君が出演予定ではあったんですが前日の試合でえっとうを起こしまして試合の記憶が少し飛びまして頭が結構パンパンになりまして頭がパパンンになった何それんていうんですかねくらくらしまして思った以上にダメージが大きかった なのでちょっとお休みをさせていただきました申し訳ないです。まあ普段からあの言葉のボキャブラリーはあるくせになんか発想があまりね乏しいマンタロ君が本当に何が何を喋っているのかわからない状態だったんでそうですねまあちょっと大事を取ってねお休みさせていただいてることになりました。はいなのでまあ二週間ぶりそうですね久しぶりのスーパーマンタロです。はい。 す。今日も原付きで FM 読みたんまでやってきましたけれども、なんとか、ボロボロの原付きでやってきましたそうですね、エンジンがなかなかかからない、朝とかなかなかかからなくて、本当に焦るとおありますからね、本当に。ええな、焦りますよ、いやいや、なんかつないでいただかないとね、そうですね。まあまあ、そんなわけで今日の沖縄県地方も、梅雨明け。 ね、いたしまして、まあここのところずっと天気のいい日が続いておりましたが今日はちょっと朝からねあんまり天気が良くなくてちょっと曇り空、まあ雨もずっと降ってたんですけれどももでも雨ででしたよねねそうす明けしたにもかかわらず結構にわか雨みたいなのがざっと降ることが多いですからねでもね、昨日ね夜、ね私とみいさんと今来てる下野は子。 しものをね、ちょっとあのきちん中連れていきたいなっていうのを前から言ってたんで、はい、えとムのアメリカンフェストっていうのにちょっと行ってきたんですよ、はい。カデナのね。嘉手納のね。で 見れたんで、うん、ね花火の時はね天気良かったんですごくすっごい綺麗だった。すごい綺麗でしたね結構時間も長かったしそうすぐ終わるんかなと思ったら<ー>結構5分ぐらいもっと、うん、もうちょっとですねもうちょっとやってましたね、はい、あ僕もフェイスブックで写真だけ見たんですよすごいすごい大きいなんかうんすごかったうんすごかったですよ結構、はい、あのー 普通ね花火ってねババババンとある程度上がって最後ドドドンて上がっておしまいじゃないですか最後ドドドンが3回ぐらいあったんですよもう終わりやろもう終わりやろって全然終わらなくて大鳥ニ中のいいやつが結構ねずっとやってた感じでした10分15分やってましたね結構長いですね長かったですよましい結構いい感じでね僕花火に全く気付かなかったんですよえっ 何してたんですか。僕とあるミッションで、あのライブハウス的なところにおりまして、あるミッション、音が全く聞こえなかったんですよね。ああ、ライブハウスとかだとね、聞こえないですからね。そうなんですよ。なん花火があったこと自体を知らなくてですね。はい、書いてて写真を見て、自分は本当にこん同じ町にいたのかってびっくりしましたけどねだからモテないんですよね。どいうこと？ええ、花火に気づかないからモテない。いや花火とかそういうのやっぱりチェックしておかないと。そうなんですかね。女の子を連れて行くときにね、なかイベントがあったときにこ連れて 行きややすすいいじゃないですかそうねね花火見に行こうねとねえやっぱり夏休みとかになるとねやっぱそういうことを日々考えながら高校生活を送ってた私ですから <laughs> そうだったんですか、はい、まあまあ実現には至らなかったんですけど <laughs> でも考えてはいたんですもんねそうですよ、はい、自転車で行ったらどこ行けるかなとかずっとシミュレーションしてたんですよ、えー、それでも実現に至らなかったら別にしょうがないじゃないですか <laughs> そうですね19歳まで彼女いなかったですからねはいなんと はい、お前に言われたらないわ。<laughs> 何も言ってないです。<laughs> はい、僕何も言ってないのに言われたくないって言て。そんなわけで、そんなわけで、ね。メー,メールのテーマをね、はい、毎回設定してるんですけれども、はいえー、今日ちょっと万太郎くんの二人で考えました、はいはい。今日のメールのテーマは、夏休みの武勇伝。 ということで、夏休みのブユデン、ね、このテーマを出した時にですね、みーさんがなんじゃそら、そんなんないわ、なんかそうですからずっと不機嫌な、不機嫌じゃないけどブユデンなんてあるみんなメール送りにくいんじゃないかな、夏休みといえばなんかいろいろやるもんですからね意外とあると思うんですよね。あの僕ちょっとえっとツイッター、フェイスブックに書いたんですけど、僕夏休みの時にあの家の近所にね池があったんですよ。結構大きい池が、で、 そこの池に、まあ、しょっちゅう釣りに行ってたんですけどある日ね大家の田舎、まあ、僕のいとこが、はい、まあ島根県なんですけど島根県のこう海沿いに住んでるんでね、うん、もう釣りとかプロ級の。 い,いとこが来たんで「すよ<ー>でこの辺釣れるところないんか?」って言ったから「まあ、海がないけど池があるじゃあ池行こうぜ」っつって、はい、その池行ってで、まあ、釣りざを持って2人で朝の7時ぐらいからずーっと釣りしてて夕暮れ時ぐらいまでずっと釣りしてたんですけどその間に池のブルーギルっていう,こう魚がいるんですよ外来種の。外来種の,、はい、あの。ちょっとこうブラックバスみたいなこう背びれが っト言したやつなんですけどブルーギルを朝から2人で100匹釣ったんですよ釣りすぎじゃないですかでちっちゃいバケツ持ってってたんですねで釣っちゃいで釣っちゃいで釣っちゃいれしてたら全部死んだんですよ最低でもねあのねあれなんですよ外来種なんでそのもともとその池に住んでる固有種固有種っていうかまあ日本のその船とかねを食べるとだからまあいわゆる駆除を しないといけない、駆除対象みたいな。だから僕らがマルシューズの百匹つって駆除したと。ね、<laughs> 結果オ、えーライだから。結果オーライです。で <laughs> っていう思い出が僕はあるんですけど。<laughs> それは思い出ですよ、ね。思い出ですね。万太郎君なんかあるんですか。 僕ですね、夏休み、結構もうだらだらと過ごしてることが多かったお前な、このテーマを根底からひっくり返すな。いやでも、結構、夏休みって気がつくと終わっちゃうんですよね。まあ、そうですね、なんかぼーっとしてたら過ぎてしまいますよね。学生生活、最後だなと思ったのが、高校3年生ぐらいの、高校3年生の夏休みなんですけど、周りが勉強始めたんですよ、受験だからといって、なんか腹立ってきまして、みんな同じことしやがってと思いました。 気に入らなくてですね。じゃ、違うことやろうと思いまして。M1、はいうん、甲子園という、あの高校生対象の漫才のコンクールがありました。ありましたね。はい、はい,は,いは,いはい、はい。でだろうと。 思いまましです出出たたんか関東圏内、関東の中の大会、群馬、茨城、あとはどこだったかな、埼玉ですかね、3大会出まして、友達、漫才コンビを組んで、なんていうコンビ名だったとトイレットペーパーから取りまして、太陽クローバーという名前の提出しなきゃならなかった、コンビ名を、もう全く決まらなくてですね。 あの極悪ヒールユニット、ポッカポカーズというのと、その太陽クローバーというので、迷いまして、うん、柔道部の,あの、うん、多数決であの、しょうがないからということで、太陽クローバーバに決まりまりしたいやその前に言ってた、はい、そのトイレットペーパーから、うん、取ったの意味がからないんですありま栃木県内で売られているトイレットペーパーのメーカーの太陽クローバーというトイレットペーパーがありまして、あ<ー>それがあの柔道場の横の、ですね体育館の、体育教官室の横に山積みされておりまして、うん、もうこれでいいやっていうことで、うん、その名前に決まりましてですね。はい まあその関東圏内の大会に出ましてですね、まあ橋にも覚えもかからず、はい。ただ群馬県でですね、あの近寄ってきたんです。ヤンピーが、これ喧嘩おられるなと思ったら、面白かったっすって言われまして、すごく僕と友達二人で良かったなって言いながら新幹線で帰りました。さ、あメールの宛先です。はい。結構いいなおまえだったんですけど。メールの宛先です。はい。はい、お願いします。はい。それではメールの方お願いいたします。エフエム七八六アットマーク fmyomitan.co.jp、えー、fm786-fmyomitan.co.jp です、はい、いやファックスとかも全部言ってよあはいそれでは電話番号の方がいきますねかんわるやっちゃな<え>お前は09895878600989587860ファックス番号の方がですね0989587861 えゼロ九八九五八七八六一ですえー、おかけ間違いのありませんようにお願いいたします。みヒさんははい夏休みの

やっぱ夏といえば G1 なんあやっぱ G1 ですかはいはいはいあのフリッまで見に行きましたもんお。大阪フリそうですか開幕戦ほう誰誰が出てましたそれがね全く覚えてないんですよねあれそうなんあの山崎和夫さんが出てたの覚えてない NWO ジャパンの頃ぐらいですかじゃあいやもうちょっと後バフバグウェルとか出ていやバフバグウェルは出てないですねあ出てないですかじゃなくてあれはどの辺かなでもどの辺あのチャック・パルモとか

いや藤波さんとかも出てますよ。ねそんなに話が膨らまないまま終わってしまいましたけど。何もないんだ。なるほど不適されてる理由はそこだったんですね。いやなんかね、うんはい、ない何にもないはずはないないはずはない,いなはずはな、ねはい、もう29年も生きてきて、うんはい、何にもないはずがないんですよ夏に、うん、でも何にも思い出せないってことはなんかやっぱり。 嫌なことがあったのかなわ <laughs> かりましたじゃあミジ、えーはい、さんだけ「ひと夏の経験」っていうテーマにしましょうか。多分リスナーの皆さんはそういうのを望んでると思いますからひと夏の経験的な話を。 まあこれ別に夏じゃなくてもいいですよ、なんやったら。もう、それはそれでちょっとおかしいような気もしますけど。え、どういうこと。何を言わせたいの。いやいや、なんか、ね、なというか、あれは18歳の。え、何。夏のことだったという。私だって、めっちゃ18歳の時なんかもうプロレスやってましたもん。いやいや、プロレスやってるからこそ、あるじゃないですか。なんもない。ですなんかあったんじゃないですか。ないんですか。なんもないです。はあ、あと。え、いやいや。え、なんなん。もう帰るで。いや、なんで帰んねん、やめなさいよ。 帰言うたって誰の車で帰んねん話ですけどね本当に遅れててきねはいやいやいやまあまあそんな感じでそれぞれね夏休みといえばいろいろやってるはずですからね結局夏って何かしらやろうっていう気になるんですよいつも何かしら夏休みの初めの頃自由研究もそうですけど毎日やってましたね毎日自由研究なんかしてた 僕は冷やしを回かわいそうなんですけど、冷やしげんすに最初のうちはすごいかわいがって育てるんですけど、<laughs> はい、一回あの、台風とか来ると忘れるんですよね、うん、冷やしげんすの存在を。あで、あのーまあ、8月の後半になって、そうい冷やしげすどうしたかなって言って、あの学校に見に行くと、うん、友達の綺麗に咲いてるんですよ、毎日行って、水揚げてたのは。僕のはですね、あのまだ球根のままなんですよね。はあ、で、焦るという。 ああ、まあ大概そうですね。君のプロレス人生と同じですね。いつまで経っても芽が出ない花が咲かない。悲しいことは言わないでくだずっとね、デビューして一年、まだ球根。まだ球根。球根のまま一年ほどね、やってきましたけど。一年ほど球根で頑張っておりますけれども。二度目。ね、芽が出るんだか。ね、沖縄で二度目の夏を迎えましたけど。もそうですね。い。いつなったら芽生えるのか。全く気配がございませんね。土。 すらも盛り上がってない感じですからね。<laughs> そんなにですか。そんな感じですよね。根深い気配はなし。多分。多分。うん。まあ頑張ってなんとか水をやっていきたいなと思いますけどね。まあ水をやるのは我々ですね。<laughs> はい。<laughs> <はい S 2> 僕は休婚なんですね。そうですね。休婚自ら水をやってるとそれはそれでおかしな話になってきま,ますから。<laughs> こうなんか自分で手がバッと生えてね。<laughs> はい。そんなそんなもんあのあれですよ。 さあということでございましてどれだったんでしょうね。なんかもう今日はあかん気がする。のんびりした感じでね。さあ今日はね、夏休みのブヨ伝ンいもうこれあのブヨ伝じゃなくてもいいですなんだったら。はい。もう夏休みの愉快な思い出でいいです。そうですね。なんでそんな名前にしたん？え？いやなんか夏休みの思い出やったらありきたりかなと思って。これなんで夏休みかっていうと、我々琉球ドラゴンプロレスリング今週日曜日で試合が最後なんですよ。そうなんです。でネブルカデナリーナがね。 ちょっと夏休みになるんですねだからまあこのテーマだといいかなというふうになったらですねまさかのミーさんがどん引きというねえンどん引きじゃないけど何そのテーマと思ってねいやあるはずですけどねみんなそれぞれまあ今日はねこんな感じで真ん中が不機嫌な感じで一日お送りさせていただきたいと思いますえ本日も琉球ドラゴンプロレスリングの『マンデーナイトドラゴン』え夜10時までこのメンバーでお送りいたします1時間お付き合いくださいということで この後はなんとスーパーマン太郎の読書感想文のコーナーリベンジでございます。はいリベンジでございますので、はいえー、そのまま、ラジオはそのままでお待ちください。あれ切れちゃった。 時刻は二十一時十七分を回りました。F.M. ミタのスタジオからお送りしております。琉球ドラゴンプロレスリングのマンデーナイトドラゴン。本日は、えー、私グルクンマスクとヘビスカスミーとスーパーマンタロウでお送りしております。はい。ということで、はいえー、ここからははいね今日帰ってきたマンタロ君のはいコーナーでございます。<laughs> はい、じゃあはい、えとコーナーのガナリオお願いいたします。はい、今日マンタロ君のコーナーはこちら。 スーパーマン太郎の読書感想文。ということで。ととでございます。はい、さあ、えー、今回で3回目になるんですけども、毎回不評でございまして、はい、皆さんからの腹が立つという、うん、お叱りを受けますので、うんはい、もう今日はもう好きなことをね、 行ってこうかなと思います。じゃあ僕ちょっとおしっこ行ってきていいですか？一緒に行ってくださいよ。一緒に行ってくださいよ。なんでや。もう十分ぐらいですよ。なんでやね。一緒に行ってくださいよって前に言われたないわ。もいいじゃないですか。そこ掘り下げなくていいんですよ。そんなわけでですね。私スーパーマンタの読書感想文。はいはい。本日のテーマを発表いたします。はい。本日の読書感想文は。テーマはい。はい。夢バクラバクさんのガロデシリーズ。 でございますなんて夢枕バックさんのガローデンシリーズをガローデン清水って聞こえるガローデンシリーズガローズ。清水さんのガローデンそんな方にないですよ木村さんのガローデンとかいろいろあるのかなと思ってそういうシリーズはガローデンシリーズをこれがですね私の父親の趣味でございまして実家の方にね小学生ぐらいの頃から置いてありましてそれも僕も好きで読んでたんですけどもこちらはですね1985年に 書き下ろしでその第1巻が発売されたものなんですけれども、あの夢枕漠さん、陰陽師だったりとか、シリーズだったりとか、有名ですね、有名な作家さんなんですけど、この少年、あのあれなんですよ、UWF 全盛期の時い。あのめちゃくちゃ雑誌プロレス誌に載ってたんですよ、めちちゃゃく好きなんですよプロレス大好きなんですよ、このプロレス格闘技が大好き、好きすぎてこの小説書き出したという、ですねはいこんな方なんですけれども、この方のですね、もう。 プロレスを好きになってからずっと書き続けている、うん、1985年に書かれたんですけどこの「ガローデン」第1巻から今現在新・シンガローデンという、ね、名前を変えてやってるんですけども2014年現在もまだ続いておりますおっ 1, <ー>1位ディスリーです、ね、何年ですかディスってないですよずっと演奏て,てるって <laughs> この方はのおじいちゃんとはいかないですね60歳代だったかなと思います<ー>はい、うん、なのでですね,、えー、とですねこの「ガローデン」という小説がですね格闘技 だったりプロレスだったりとかのテーマにしてるんですけれども、うん、この小説読んでるとですねその時代の移り変わりが見れるわけです。最初がですね、そこそさっきグルグルさんが言ってましたけども、うん、UWF が大好きで、はあ、その堀田が UWF 幻想と言いますかプロレス幻想プラス空手もこの方空手や格闘技は好きなので、はあ、空手幻想だったりとかもそちらの方にも、ね、興味がありまして空手とプロレスの対決みたいな。 のが第一巻のテーマだったんですね。あ、そういう話を、はい、書いてる。そうなんですね。もうそういう話をもうずーっと弾き続けてるんですね。夢枕草薙さんは六十三歳。六十三歳。はい。千九百五十一年一月一日生まれ。お、一月一日生まれなんですね。はい。はい。そんな方が書いておるわけなんですけども、はい、はい、この小説がですね、あのー、それこそリアルタイムでその格闘技界やプロレス界の動きをちょっとずつね、あのー、会場見ることができるんですね。で、最初はその なんてですねプロレスの道場破りだったりとか<ー>そんな感じの話から始まるんですけれどもあのちょっとずつですね時代が移り変わることにキックボクサーが出てきたり柔術家が出てきたりするんですね<ー>それがその時代によってその例えば93年に最初の UFC 大会 UFC の大会が開かれたりとか k 1が始まったりとかした年になるとあの柔術の選手が出てきたりとかあとは k 1ファイターっぽい人が出てきたりとか。 現実の世界の格闘家だったりプロレスラーをモデルに書かれているのでその現実世界とリンクしててこの人はこういう人なんだろうなっていうようなそんな楽しみ方もできるんですねえちょっとすごい根本聞いていいはい、はい、何の話何の話 <laughs> その人たちが何をするのもう戦,、うん、戦うんですねずっと格闘小説なんですよは<ー>もう基本的にその戦闘シーンとかも小説で書くわけなんですよは<ー>、はい、もう戦ってるところをその小説で表現するんですけどもこれがですねあの失神したところを表現するために ー2ページ真っ白なんです僕これすごい衝撃を受けたんですけど<う>あの締め技が決まるんですね前のページで、はあ、そしたら突然ちょっとずつあの文章の行間が開き始まって、うん、次のページをめくったら真っ白になるんです。 それあれですよね。サインもらうページですね。違いますよ。ああ、なるほど。語色とかそれサインもらうためのためじゃないちゃんと物語の中に真っ白な絵葉が例えばまああの二ページあって次のページめくったら落ちたみたいなカが入って、それで次の章につながるっていうのがこの表現すごいなと思いまして。楽したんじゃない。楽したわけじゃない。でも確かにこのギャロデン読み進めるのが早く進めれるんですね。それがあの格闘シーンになるとその。 戦ってる人間の気持ちになって書き出すので、うん、痛いとかああ当たったとかそういう何と言いますかね単語みたいなのが増えていくるんですねはいなのでどん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 、うん、あの文章が短くなっていきます楽してるわけじゃないとか <laughs>、はい、そういう表現なんですよこの湿疹に代表されるようにもう何ていうんですかねその小説というか本を使った表現の仕方がちょっと面白いんですよ最ののが白紙2ページが 僕の中でで番衝撃だったんですけども<ー>で、ね、で現実世界の話をリテンコするんで力道山先生っぽい人も出てきます、はあ、力道山先生とあの大山松立先生っぽい人も出てきます、うん、あのなんかプロレス界の大御所空手界の大御所、まあ、それこそいろんな柔術界の大御所みたいな人が、うん、モデルとした人が出てくるんですね、うんはい、でその人たちがもう夢枕漠さんのもうロマンあふれる文体で好き放題出てやり放題するわけですね 戦っているシーンなんかの表現もですしはいですし、はいでですね、この人の表現方法が、ね、素晴らしすぎてです、ねうん、私、小学生の時の文体が夢枕漠さんに影響されてしまいまして卒業文集が恥ずかしいです。何書いたの 何書いたか覚えてないですけどすごい恥ずかしい文章を書いた記憶があります。それ言わなあかん情報やすいですごい影響を受けたんですそれこそですね昔からある本なんで父親の書斎といいますか置いてあるところでこれ面白いぞって読んでたら影響されてしまいましてですねなんかその堅物になったというそんな流れがございましてですねスーパーマン太郎に多大な影響を与えたというこの一冊でございます。一冊じゃないんでですけどね現在まにその 大体1416冊ぐらい出てるんですけどもずっと続いてるのまだ終わってないですねはい、ストーリーが続いておりますそんなわけでなかなか主人公たちも年を取らず結構長い間続いてるんですけどもそんな話になってますでもぜひぜひ皆さんに見てもらいたいのはもうかちょっと暇になってプロレスのああごめんごめんいやちょっと退屈やったからね <laughs> そんなことと言われると困りますけどね <laughs> いやちょっと今日は頑張ってあの怒られないように頑張ってるんですけど、はい、僕の多分見てもらいたいのはその表現方法戦っている人を書くっていうのは難しいことだと思うんですね<ー>そ例えば侍が戦っているわけでもなく戦争が行われているわけでもなく、うん、例えばリング上だったりとかでその1対1の試合が行われているものをその文章で表現するっていうのはすごいなと思いまして、うん、それともっとすごいなと思ったのは好きなものをちゃんと自分が好きなように書いて。 皆さんにどれだけ好きなのかを伝えるっていうのはすごいなっていうのが僕の感想でございます羨ましいなと思っているわけでございます、うんうん、僕ももっとこんな好きな気持ちをみんなに伝えたいと、うん、そんなことを思った時にこの「画廊伝」が出てきたわけですなので夢枕幕先生に、ね、この思いが伝わればいいなと思いますそんなわけで時間がいっぱい残ってるんですけども「はい、<laughs> スーパーマンタロン読書感想文は こんんなもで結局何だったんないうだから何て言うんですかねだんだんこのコーナーが必要なのかどうなのかという今わかんないでもそれを私は読んだことがないから読んだことある人だったらあそこねみたいなあまあねあるのかもしれないですねすみません本当伝えるのが下手でねもうなんていうんですかね言葉で思いを伝えるのが苦手で苦手でしょうがないんです僕は。 じゃあ何なら得意なんだいや、得意、得意なことを探し探して沖縄にやってきたゴミ拾いです。懐かしいですね、今もね。ねゴミ拾いが得意なくせに自分の部屋は片付けられない。もう意味わからない。自分はいいから見てなが綺麗になればいいかなっていう。はい。いやいや、そういうことじゃないですからね。はい。まあそんなわけで、はい。今週は、イメマクラ・バク先生のシリーズを、シリーズを。はい。 話ししていたただきまけどもぜひぜひ見ていただきたいと思います、ゆめマクらバーク先生の独特な文体、結構ハードボイルドな小説なんですけれどもなんかね、イメージ的に僕、漫画で陰陽師をちょっと読んでたんですけど、ちょっとなんていうんですかね、エログロ路線みたいなの構ありますよね、このね。バイオレンスだったりとかに、そんな感じの作品を、結構その本当にハードボイルド、バイオレンス。なんていうか、骨とか、肉とか、血とか、きしむとか。 そんな感じの、路線が多いですね。グラップラバキっぽい感じ。ですね。もうそれこそ、漫画版のガローデンは、グラップラバキの作家の。板垣さん書いてましたからね。そうなんですよ。だからね、その辺も、これ映画化もされてるんです。実は。ガローデンシリーズ。あ、してますよね。えっとね。はらての山木さん。山木さん。はいはいはい。そうです。はがバッチバキなんですよ。二十年ぐらい前にやってますよね。はい。僕、藤原良康さんも出てますし。はい。はい。 であのー、ゲ,ゲームもあるゲームもありますね、それも漫画版のやつをゲーム化したやつがあったりとかしますね<ー>、うん、この映画もちょっと面白いんですよ、あのー、結構格闘家だったり、プロレスラーとかを役に配置してるんですけども、も三本の使い手の方だけ、普通の俳優さんなんですね、うん、明らかに弱そうなんですよ。 演技を重視して雇われた方なんですけども、サンボ使えなさそうなんですよね、その方と海辺でサンボの練習をするんですけども、そのシーンが僕、すごい大好きなんで、すどんその方、三ンボ着ないんですよね、サンボの練習してるんですけど、なんか背広みたいなの着て練習してるんですよ、その辺がですねこれはどういうことなんだろうっていう、その作品中でちょっと一番の疑問でして。 はあうん、い。じゃ、その辺が、<laughs> はい。君のトークは本当になんか答えがないな。<laughs> 答えがないし、<分> <laughs> なんか、ケツもないし。<laughs> 自分の好きなことをうまく伝えられないのが悩みなんだ。これ、なんなんだ っていうね感じでって言われてもそんなもん。ユーストであのスパイダーがマンタロ頑張れって。なんとありがとうございます。アルティメットスパイダージュニアさんがあのわざわざユーストでメッセージをいただきましてくれてるよマンタロ。は頑張れっていうかね。この人はもう生きてること自体が頑張ってるんですけどね。本当にね生きてることに命がけスーパーマンタロです。よろしくお願いいたします。はい。ということで本日のコーナーはスーパーマンタロの読書感想文のコーナーでした。 ありがとうございます、はい、来週は何やるんですか,か来週何しましょうかねえ、ねえ なもうちょっと有名失礼だけど有名な…そうです学校で習うようなやつ学校で習うようなやつもう箸で目を背目を背大変なことになってしまったんじゃあ次ペコアオ青虫でお願いしますいいなペコアオム青虫女王が大好きなんですあとは寝ない子誰だとかそういうのでもう絵本系のほうにそれの感想を永遠語るということでおばあちゃんとかもやってほしい難しくないですかそれはい、ということで CM の後は皆様からのメールをお読みさせていただきたいと思いますはい はいはいまたねまたねマタロのコーナーのまたねです難しいもう好きなもん。 時時刻は21時30分を回りました FMM んから琉球ドラゴンプロレスリングのマンデーナイトドラゴン実況生中継でお届けしております。 本日の担当は私グル君マスクとビスカスミートスーパーマンタロウでお送りしております。いいがですねちちちょょょっといますごめんなささいいあとうことで皆さんのメールを読んでいただいてそんなラジオで伝わらないのに僕が傷つくだけじゃないですかね一人離れて座ってるのに君の口臭がここまで漂うというね歯磨いてから来てください。 さあはあ磨いてるんですけどねえき、ー、今日のテーマは夏休みの武勇伝ということでね、はいはい、メール頂い,いております、はい、ありがとうございます、はいえー、ラジオネームまるこさんいつもありがとうございますグルクンマスク選手ミー選手万太郎選手こんばんは,こんばんは土曜日にファン歴数十年いろいろ初体験して<お>想像以上にロープ硬くて痛くて<お>びっくり少し筋肉痛になったまるこです <お>ね、あのこえた土曜日にフリーマーケットのイベントを、ねはい、あの入場無料でー、えー、ネーブル・カデナのウッドデッキでやりまして、はい、そこで、まあ、せっかくリングを組んでるんだから、はい、まあなんかやろうということで、はいあのー、プロレス教室をね、はい ったんはお子さんだけ対象なんですけれども、今回は大人の方もいいじゃないかということで、やりましたところ、あまりの暑さで、これはハードなことはできないなと。ということで、簡単にいろんなことやったんですけれどいその中で、でこの丸子さんだけね、参加してくださいましてそうなんです。 いやもう汗だくになりながら、一応メニューの方もねやってくれました、ね、最後、ロープワークをね、はい、あのせっかくなんで、子どもたちと一緒に、まあ、ご本人は12歳だって言い張っておりましたけども、うんはい、一緒にやってくれまして、うんはい、まあやっぱりロープって硬いもんですからね、多分触ったことない人分からないと思うんですけども、ね、リング、触らなきゃて、ファンの時ってやっぱりなかったですからね、そうですね、まあまあまあね。 一緒に上がってた野球少年たちにね、君たち言うこと聞かなかったら引っ張ったことないけ万太郎さんがね、ここでもディスるといいますかね、自分より弱い立場の人間には強いというね、小型犬みたいな性格してますけれども、そう言われるとしんどいですよ、どう人とどう接していいかわからないんですよ、僕はもう。夏休みの舞踊で、数年前、他の職場よりちょっと長い休み、約3週間の夏休み中に、バス釣りなどなど。 釣り行き過ぎ＆ルアー投げ過ぎで、左肘がテニス肘になりました。テニスなんですかね。プロの人たちはなる人多いらしいです。自分でどんだけ投げてるんかなと思いました。ということでね、あの写真も添付していただいてるんですけれども、すごいですよ。結構でかいバスを、ね、ブラックバス。これ何センチぐらいあるんですかね。えっと何センチ？これ。五十センチぐらい。お、へえ、すごいですね。 いいすねブラックバスはねなんとかして食べれるからいいですけどねブルギルは食べられないですからねでも死んでやってますからねほんブルギルただ釣っただけですからただ釣ってあんなもんただの駆除でしたよ駆除します駆除だけですよあくまでも駆除なんですねこれブラックバスって沖縄にもいるんですかねどうなんですかダム湖とかねいそうですけどねなんかあの淡水魚のイメージがあんまりなくてそうですね結局 結構、釣りをしてる人は多いんですけどね、海辺だったりも。そうですね。フラックバスは釣れるのか。や海辺では釣れないです。釣れないですけど、それを言うてるんですけど、はい皇居で釣れますからね、これ、なんすか、すいませんね、なんか、ふわふわとした喋り方になってしまいまして。大丈夫ですはい 次の次のメールはいメールは以上ですえああれほらね言ったでしょあのねえ日年はいでねえっとまあマンタロ君来てくれてるじゃないですかはい先週私のみーさんの時ははい結構ユースト見てる方も多くてそうなんですねメッセージも結構あってはい書き込みも結構あったんですよはいあなたがそこに座った途端はいメッセージの数が激激減ですよ違うよみんな僕のこと嫌いなんですよ激減ですよテーマだよテーマテーマテーですか ブユないもんブユいや夏休みの思い出でもいいですよ別にはい夏休みなんか、はい、もう長いですよね夏休みって子供の頃そうですねあんなに幸せな時間なかったですよねといっ間ですでもあんなに長いのになんでこんな早く終わるんだってぐらい 早ですよね,ねあのーはい、いやいやながらラジオ体操行ったりとかね,ね朝早起きしてはいまあ早起きできたからそのまんまねあの朝のアニメの再放送とか見てましたね僕あれなんで朝のアニメってあの時間やってたんですかね七 <laughs> 時半とかねいやもうそれこそあれじゃないですか子どもたちが起きるようにって仕向けられてたんじゃないですかね僕なんかだからあの時にウルトラマンエースをずっと見てたのを覚えてるんですよね、はい、<laughs> いいなウルトラマンエース僕の世代って なんかそういういの結構やってたんですよね『はい、ウルトラマンエース』と『花の子ルンルン』がセットになってたんですよ。<laughs> なんで両方見てたんですよ。花の子ルンルンも。花の子ルンルンも見てたんですよ。うんはい あれ知ってまらないですな花を求めて世界中を旅するんですけど最終回自分ちの裏にその探してた花があったんですよ東大元的なホンそうですよ教訓めいた話に違いますよねどんな旅やってんそれっていうね世界中旅したのにそうですそうです幸せは身近にあるということなんですがまあまあ花の子ルンルンの話はさておきはいユーストリームでもメッセージが来てますねちょっと読んでいただけますかみーさんお願いします 出る七八六三でいいのかな。うん、こんばんは、初めまして、鹿児島から視聴しております。ます鹿児島から。鹿児島からありがとうございます。ええ、そして。 またその方なんですけど、マスクマンさんの番組ですか？マスクマンさん、マスクマンさんの番組まあ真ん中はマスクではないですよ。はい、はい。ちょっと私はあのペイントレスラー、そうですね。人の顔をかぶった獣でございます。獣だものです。黙れ。はい、そしてアルティメットスパイダージュニアさん、マンタロいいよ。あ、いいですか？よくないでしょ。いいやいや、もうね、あのアルティメットスパイダージェイさん。 はい、ちょっと聞いてください。はい、あなた、ここにね、もしね、私の代わりに座ってごらんなさい。はい、こんだけイライラする時間ないですよ。ごめんなさい、本当に。いや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 ね、ね<え>、はい。マスクマンさんの番組ではないんですよ。プロレスラーのね、うんはい、やっておる番組なんですよ。はい、まあまあ、そもそもね、私たちね、あのはい、琉球ドラゴンプロレスリングといいまして、はい、沖縄県内唯一の。 プロレス団体ということで嘉手納町はネーブル嘉手納という場所でね毎週末試合を行っているプロレス団体でございますがプロレスラーがプロレスだけをやっているのは当たり前であるとこんなに愉快なパーソナルキャラクターを持っているのになんか他のことをやらない手はないということでこの番組をね我々レギュラーでやらせていただいておるわけなんですけどところでこの番組ねくしゃみくすけ。 この番組ですね、はいはい、ノンスポンサーでやっとるんですよ。 そうなんです急に。急に。いやいやいや。まあ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 。やっぱりね、切実なんですよ、その辺は。やっぱりね、車で行ったらガソリン代もかかるわけじゃないですか。そうですね。ね。打ち合わせするのにね、やっぱりコーヒーも飲むわけじゃないですか。そうですね。はい。スポンサーを募集しております。担当直入ですね。はい。お金持ちの人。はい。あのね、個人スポンサーです。はい。月にね、大体4回から5回ぐらい放送しまして、はい。スポンサーになっていただいた暁には、番組内で 連呼します<あ> <laughs> 我々が我々がねスポンサーになってくれた方の、はい、基本的に連呼します連呼します <laughs> はい、はい のでスポンサーになってやろうじゃないかという小金持ちの方はぜひとも我々琉球ドラゴンプロレスリングのホームページからメールをいただけたらありがたいいなと思ます嬉しいですね、本当に我々プロレスラーがわーわー言ってる中で会社名を連呼するだけでもそこそこの宣伝効果はあると思いますうでなんせだって鹿児島から見てる方もいらっしゃるんですが鹿児島、沖縄、東京、大阪いろんなとこから見ていただいてるわけですよ。 はい、そ、ね、こ,こでねちょっとねいろいろと喋らせていただく上でね。はい 日本各地の皆さんにねそうですよはい我々が言うということでまあまあぶっちゃけ1万円ぐらい出していただければありがたいなと思います具体的にねはい1万円が10口集まれば10万円ですからね大きいですからね大きいですよはいありがたい話でございますねえぜひぜひそういうことでインフォアットマーク r d p w c o m まではいお待ちしておりますのでラジオのスポンサーになってやろうという方はメールをください YouTube ろこのラジオのスポンサーになってやろうというメールをね メールを送っていただければ生々しい話ですけどねすぐに返事が来ますあ夏休みの思い出でね僕一つ思い出したのありました僕ね小学校3年生2年生かな2年生か1年生かちょっと忘れましたけど僕お姉ちゃんいるんですよ年が5歳離れてるんですけどだから僕が1年生の時に6年生ですね結構離れてるこの2人でうちの母親の田舎に はいはい、2> 2人だけで行こううっていう話になったんですよまあうちの家っていうのはだいたい車乗ることが多いんですけど、はい、まあまあ2人だけなんで電車乗っていこうっていうことになって、はい、でうちまあ大阪なんですけど京都の方なんで、はい、京都駅まであの車で 送ってもらってそこで駅のホームまで親に来てもらって電車乗ってじゃあバイバイって言って大体田舎まで3時間ぐらいかかるんですけど結構ですねはいあの京都の舞鶴市っていうとこなんですけど舞鶴のまでまで電車乗っていくっていうことになってで僕と姉ちゃんと行ったんですけどうちの姉というのがごっつい頼んない人なんですよそうなんですか頼りない人でもうビク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 してるんですよお姉ちゃんがなんか 僕はまあまあなんかウキウキしてて楽しかったんですけど母親が送ってくれてその頃って僕の子供の頃って今みたいに電車のシートがふかふかしてなくて直角のね向かい合わせのいまだにそれすごい僕光景で覚えてるんですけど直角の椅子でほんで買ったい買ったいなんですよもうあのリクライニングなんかももちろんついてないですよでなんかも 鉄き出しのね、車体でそう、電車乗って母親がバイバイってピシャってしまった途端にうちの姉が号泣してたんですよ。ほんで僕小学校1年生なんでその6年生の姉ちゃんが泣いてるの見てどうしようもないじゃないですか。不安になるでしょ不安になるけどなんか笑けてしまって泣いてる姉ちゃん見て。 年生の僕は笑っってしまたんですよ周りから見たら何が起きたんだとお小遣いをちょっと持ってたんでポケットの中にお金入ってたんでその時車内販売があったんで車内販売でちっちゃいお茶買って2人で分けて飲んだのをちょっと思い出しますねはいそれは夏休みの思い出ですねちょっとした冒険ですもんね無事に着きましたねそれは駅までおばさんが迎えに来てくれてるんで電車乗ってるだけでいいんですよだ 1> 1本1本本本本時間1本じゃあもう3時間乗って出たらもうおばさんが待ってるだけですもんね。別に僕はそれ長く感じなかったし<ー>なんかでもねそれがあの一、ー、つ僕は自信になってはい、はい、で僕小学校5年生ぐらいの時も別に電車乗って一人でどっか行ったりとかって全然してましたし<ー>なんかそういうのがすごく自信だったから。 夏休みは何かしとくべきですね子供の頃になんか冒険しとくべきだなっていうのはすごい思いましたね夏は冒険のね季節ですからね、うんうん、本当にもう自転車乗ってあちこち行ったなっていう記憶はありますからねあ僕もだから本当にさっきもちょっと言ってたんですけど、はいはい、自転車中学生の時に美和子一周しようと思って公園、はい、に止められたんですよ、はい、<laughs> 止め…行ってないですかなんでかというと手ぶらで行こうとしてたから <laughs> <laughs> 何も持たずに行ったら絶対危ないですよそうそう財布に千五百円ぐらい行ってたんです <laughs> お小遣いしかないじゃない それだけで B さんでいこうとしてたんで親がアホか止めたんですよいやもう結構でかいじゃないですかってあと近所の公園にテント張って一夜を過ごそうっていう計画を立てててそれも親にバレてダメになったんですよどんな計画だったんですかそれはい基本的にアホだったんですよね多分ねなんで近所なんですかしもいやなんかみんなで盛り上がるだけ盛り上がってテント張ってんかみんなで一泊しようぜ そんんな企画をしてたです、ねうん、それも公共のそこそこ広い公園の <laughs> 芝生広場とかにテント作って <laughs> キャンプ場とかじゃないんですね、うん、多分実際今や,実際やってたら、はい、夜中の見回りの警備員さんに帰れって言われてると思いますけど1 <laughs> 一泊は出てないですよねでもねそういうねあの子供の頃というかねまあ何て言うんですか はいミーの危険にさらされない程度の無茶とかバカとかっていうのはやっとくべきですよ。大切だと思いますね。いや本当に本当にもういかにバカやって武勇伝作っとっかが大人になってからこういう時に話のネタにもなるしね。そうですね。はい。まあやっぱり愉快な話になるわけですからね。はいミーさんなんかふてくされてるんですか？いや全然唇尖がらせてますけど暇ですか？ちょっと暇ですね。ほんまですか？はい。あでもあのユースト結構コメント来てます。あそう良かった。あまたアルティメットスパイダーさんから。あどですか？マンタロ花 話は短く募強は勢いですアドバイスをなるほどなるほどもう完全に応援されてるあとねいつこさんぐるくさん万太郎さんいじめないであありがとうございますいじめてるわけじゃないですよ別にこれははい生かしてもらっております通常の会話ですいつもこんな感じでございますはいさあオハと CM を挟みましてはい琉球ドラゴンプロレスリングラストマッチの情報 まあちょっとイベントがいろいろ決まってますんでね、はい、はい。そちらの情報もお知らせしたいと思いますチャンネルはそのままでお待ちください <laughs>、はい、それでは CM でーすメール一通しか来てないじゃないですかえーほんまやちょっと考えな,なもうちょっと欲しいですね,ねえ 時刻は9時47分を回りました。FM ユミタンのスタジオから琉球ドラゴンプロレスリングのマンデーナイトドラゴン実況を生中継でお届けいたしております。さあもう最後のブロックになってしまいましたが、はい、はい残り8分、うん、ちょっと喋、えー、り尽くしていきましょう。琉球ドラゴンプロレスリングは、えー、毎週土曜日日曜日嘉手納町にございますネーブル嘉手納アリーナで、えー、3試合。 試合を行っておりますが今週はですねイベントの兼ね合いもございまして1試合、そして先ほどもちょっと言いましたけれども来週からネーブル嘉手納アリーナこちらの常設会場の方がちょっと工事に入ります何の工事かといいますとこれ昨年から恒例になりましたけれどもお化け屋敷手まりというのをやってまして今年、この手まりの第2弾続手まり。 なんか笑っっちゃた続いてたんですよ。どういう話やってんやろええ、幸子が、幸子で、やん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 。何が行われるか全然わからない。まあ幸子がね。やんばらやんやんやん。やんばらやんやん。まはりくまはりたんですね、それ。ね仙台幸子は元気なんですかね、そういえば。そんな知らない。いや、そういうことだけでございましてですね。お元気でなんと 今週の日曜日が、ラストマッチ。はい。はい。えー、ネーブルカナのラストマッチ、上半期ラストマッチというふうになるわけでございます。はい。でですね、この上半期ラストマッチ。 なんとハイビスカスミーさんがいません。はい、出ません。はい、出ません。え大阪でしたっけボイコット。はい、ウェーブ。ボイコットです大阪のウェーブでね、試合があるということで、ちょっとあの、ま、この間から来てる下野沢子と一緒に、ま、大阪にちょっと行っておりますので、ちょっといないんですけれども、ま、ま、その分我々がね、いろいろと盛り上げたいと思います。はい、ええ今度ですね、7月の6日。 14時から試合開始でございます対戦カードはやんわりと発表を今今すかわりとはい全部はしないってことですかいやいや全部しますあどういうこと対戦カード発表いたします第1試合キャプテンイーグル対ア4号おイーグルい帰っておきます帰ってきましたそして第2試合琉球ドッグディンゴスーパーマンタロ郎組対ラウ海セイバーティーダヒート組あおはい そして休憩を挟みましてメインイベント、はい、グルクンマスク対首里城。成長著しい首里城が<お>私、うん、今日こんなチラシを作ってまいりました。<お>ユーストリームの方では、ね、見えますかね。き、はいえー、今日このラジオが終わったら、街中の居酒屋に貼りに行こうかなと思ってるんですけれども。はいはい、なんとですね、この日。 読谷はハーリーなんです。なんてこったえらいこっちゃ。なんてこったです。今、聞いていただいている読谷の皆さん、ハーリーサボってこっち来てください。ぜひ来てください。7月6日日曜日、会場が13時30分、スタートが14時でございます。嘉手納町、ネーブル、嘉手納アリーナ、ネーブル嘉手納のシェイキーズの建物の3階にございますので、ぜひとも、最近、ジョーがちょっと成長著しくてですね、勢いがありますね。この間も、おい、ぐるぐるマスクってね。 呼び捨てされましたからねマイク使ってるのとんでもないでかい声でグラグマスクを言ってましたからね来月の給料を下げたいと思います社長権限でございます恐ろしいや会社だなチケットの方は指定席が2500円自由席2000円中高生1000円シニア自由席1000円小学生以下が無料となっておりますお問い合わせは琉球ドラゴンプロレスリング0989565500 までおはいこの日は多分ねもう最後になりますんではいはい我々も営業強化週間ということであちこち走り回りますんで我々お見かけいただいた方は見に来なくてもチケットだけは買ってくださいはいなんとはいよろしくお願いいたしますいそして7月のイベントなんですけれどもネーブルカデナアリーナがちょっとお休みということになりますんで我々いろいろといろんな場所にイベントで出張 いたします、はい、えちょっと前後してしまうんですけれども今週の土曜日、はいはい、7月の5日、はい、なんと、えー、元部にございます<ん>、えー、ホテルマハイナを<ー>、ねえー、ちょっとね長腸、えー、園の斜め向かいぐらいかな美ら、はい、海水族館の少し手前になるんですけれどもそちらのですねマハイナフェスタ2014 というイベントで我々が、えー、リングを組んで試合をやります。やった。った入場観戦は無料でございます。おお<ー>、はい、素晴らしい。えー、イベントのスケジュールといたしましては、イベント自体は14時からスタートしまして、はい、えー、キッズダンスであったりとか、まあいろんな音楽のライブがあったりとか、えー、の中、え私たち琉球ドラゴンプロレスは16時から試合を2試合を行います。はいはい はいえー、この日は、ですね,、えー、っとね元部長の名産が勢ぞろいやんばる海の駅一というのもやりますので、はい、ぜひとも遊びに来ていただきたいと思いますあの、はい、屋台村とかもありますんでねホテルマハイナさんでイベントがございます、今週の土曜日です、そして、えー、7月の 19,、はいはい、19日は今まだちょっと話が進行中なんですけど、はいえー、海中道路にあります、綾橋間海の駅。はい すちらしいこちらちょっと詳細はまた後日ホームページの方でお知らせしたいと思いますそして翌20日こちらの方は沖縄特産販売さんを富城区の方にあるんですけれども豊崎のね道の駅のすぐ近くにあるんですけれども えー、蛇口からシークワーサージュースが出るというおなじみの。魔法の蛇口のはい。先日も我々たくさんいただいてきましたが。はい。しかったですね。はい。そちらの方でもイベント試合がございます。こちらも観戦無料です。はい、おはい。そして翌21日、チュラサンビーチフェスタ。<お> はい。こちらの方でも無料イベント。お屋外試合が4試合ございます、今月は。はい。めっちゃ焼けるんじゃん。焼けますね、多分ね。万太郎以外は。多分手の甲だけ焼けますね。手の甲だけです。はい。完全に。はい。首前もちょっと出てますかね。はい。あなた一番熱射病になりにくいかもしれないですよね。いや、なりますよ。黒いから、熱集めるんです、あのコスチューム。なりますかね。なります。あー。なります。ね。 あれですよね、こう、虫眼鏡こう当てたら一番燃えやすい感じの、燃える神の色をしてますからね。黒のね。黒が一番集めますから、多はい。全身どこに集めても燃えますんで。なのでね、ご観戦の皆様は、虫眼鏡おじさんで万太郎に当てていただければと思いますので。はい。熱射病対策をね、してきていただければと思います。はい。本当にね、熱中症なんで、本当。はい。ですので、こちらのイベントも合わせてお越しください。はい。 まあ7月の6日ラストマッチということでね最近、ちょっと成長著しい首里・上位を相手に私が試合をするわけなんですけれどもなんかねふーっとこの間その試合のことを考えてたんですけどちょっとね戦闘モードになりますね、やっぱりね。したあのまあえ沖縄プロレスの時にあの年に1回トーナメントとかあったんですけどちょっとその時 ににに挑む気持ちと似たようなななな感じってるかそんはあのまあね言っても首里城はあいつはあのねまだまだキャリアも1年ちょっとでしか経ってないですし1年も経ってないですからねで私はもう13年やってますからその辺の差をちょっと見せてね僕の力で客を呼んでるんだというねそういうところの自負を。 やつに見せたいと思いますので、はい、はい、ぜひとも、えー、4月の6日日曜日、えー、14時から試合開始ですのでご覧いただきたいと思います。はい、ということでと、えー、琉球ドラゴンプロレスリングのマンデーナイト、ドラゴンそろそろお別れの時間となりました。早<ー>いもう,もうこんな時間だこんな時間ですよ。はい、はいえー、今日のお相手はグルクンマスクと。 はい、ビスカススカミーーーパーマントローでしたはいでは来週またこの時間に皆さんのお耳にかかりたいと思います。はい、ということでラストマッチ7月の6日お待ちしておりますのでぜひとも皆さんお越しください。はい、それでは来週のこの時間までごきげんようさようならわ<あ><ー>かんなさん。<laughs> <laughs> <laughs> それお気に入りやな言。言うてもうた。